はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はユージャムのアンバー2、これでですね、自由なストロークを自分の好きなように作っていく、そういう方法をお伝えしたいと思います。ただ一つ、ユージャム本社の方にバグの報告をしました。ここ7小節目のところに Em というのがあります。そしてここに Em が表示されています。この状態でインストゥルメントモード、プレイヤーモード関係なくですね、ここのキーを C もしくは Am、 これにしているとですね、ちゃんとした Em が出ないで B ディミニッシュのセブンス、それになるわけです。ですから音がおかしいですよね。聞いてみてください。はい、これ Em の音ではありません。でもここをですね、キー指定をなしにします。そうすると、はい、普通に戻ります。コードの認識が違う場所があったりする、このバグがあったことを皆さんにも情報共有しておきます。では早速ですね、インストゥルメントモードを使って自由なコードストローク、もしくはカッティング、そういうのを作る方法をお話ししたいと思います。このトラックがミソです。これを消します。そうしまして、ここにはミディポリッシャーが入っています。このミディポリッシャーを必ず使うとかいうようなことではないんですけれども、これは何かの音源であれば応用はできると思います。でもこのミディポリッシャー無料ですので、プラグインブティックさんからダウンロードして使ってみてください。概要欄に貼っておきます。そしてこのセッティングですけれども、インは全ての入力になっています。これは入力がなしでも関係ありません。このミディポリッシャーは通常のようにチャンネルはミディポリッシャー、そしてアウトもミディポリッシャーにしておきます。そうしまして、上のアンバーのトラックです。アンバーのトラックはインがミディポリッシャー、ここを選択することを忘れないようにしてください。ルーティングとしてはたったそれだけのことです。今回やるのはですね、このストロークの部分と、そしてコード、これを分離したいわけです。なぜ分離した方がいいかというのは、後でやっていくうちに理由が分かってくれると思います。そしてその方法も、通常のようなミディ入力のピアノロールではなくって、パターン入力、ドラムの打ち込みなんかにするときに便利に使える機能ですね。これでやっていきたいと思います。ちょっとミディポリッシャーは隠しておきます。この先頭のところにカーソルを持っていきまして、トラックは下のトラックにしておきます。この状態でコントロールシフト P と押すと、パターン入力ができるようになるわけです。このパターン入力ですけれども、今回は8ビート、そうしたいので解像度というところを8分の1にします。ステップも8にします。このステップは必ず8じゃないといけないわけではありません。UJAM では B1 のところにダウンストロークというのがありますから、ここでダウンストロークします。1拍目はこのようにダウンストロークするんですね。そしてここで、これでダウンアップというふうになったんですね。そして同じようにダウンアップ、このようにするとどうなるか聞いてみてください。このようなリズムになりましたが、ミューティングされていますよね。こういう時はここがミュートになっているからです。オープンにする時はこれです。この状態でやってみましょう。このようにできるわけです。ここにもう少しニュアンスをつけていきたいと思います。今やりましたように、こことかはミュートになるわけです。じゃあ、これをうまく噛み合わせます。このバリエーションに
もっとニュアンスをつけていきたいと思います。この B フラットのところにこうするとジャーンと弾きます。そうしまして今度はこれをミュートにします。ハーフミュートです。もっと強いミュートにするときはこれです。今度ははい、さらに強いミュート、これをするときはデッドなミュートですね。こういうことができるわけです。これで聞いてみましょう。こんな形になるわけです。パターンエディターをどうして使ったんでしょう。このパターンエディターというのはバリエーションを作ることができます。このバリエーションのところにコピーという機能があります。これをやるとバリエーション2というのができまして、全く同じものがコピーされましたけれども、この方式自身を少し変えたいと思います。例えばこの最後はオープンにします。これもオープンにします。そしてこれは消します。このようにしましてボリュームに強弱をつけます。このように強弱付きで違うパターンバリエーション2ができたわけです。こうなるとどんなことが便利かと言いますと、これを複製します。複製できました。それでこのようにですね、飛ばし飛ばしに選択をします。そしてこちらの方はバリエーションの1にします。もちろんこちらの方はバリエーション2です。こちらもバリエーション2です。このようにしてバリエーションをいろいろ変えるようにします。そうするとこれがどうなるか、こうなりました。じゃあもう一つのバリエーションを新たに作りましょう。バリエーション3ですね。これはですね、トッ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 トやりたいですので、ミューティングでこのようにします。念のためにこちらの方ででもミュートをバラバラにしておきます。はい、これでどうなるか、一番最後のところ、これをバリエーション3にします。ここは2、はい、このようにですね、バリエーション3にすると、ここもしておきましょう。はい、じゃあやってみます。ちょっと激しすぎましたね。こういう時はどうすればいいでしょうか。こういう時はこんな感じにしてみましょう。今バリエーション3を直しましたので、ここの選択はこのままでいいです。はい、後半の部分がないですよね。こういう時はなぜこうなったかというと、ステップが16だったからです。これ8にします。そして解像度も8分の1にします。こうなるとはい、
今度はバリエーションをここから増やします。バリエーション4を作りました。ここでですね、はい、こんな形にしてみました。じゃあここでこのバリエーションを4に変えてみましょう。どうなるか。こんな風に自由に作れます。ミディピアノロールと違うのはこのバリエーションというのをうまく使えるからです。スタジオワンをお使いの方でパターンエディター、どれだけの人が使っていますでしょうか。あまり使われていないことは僕もずっと前から予想がついていましたが、こういう使い方をするととっても便利です。ですから皆さんもこのパターンエディターを上手に使うことと、コードとこの演奏ですね、下の緑の部分のトラックはピッキングと思ってください。ギターの右手ですよね。上側のピンクはギターの左手、これでコードを指定しているわけです。緑のところでダウンストロークをしたりアップストロークをしたり、時には手でミュートをかけながら弾いてみたり、こういうことを作っていくと自由なストロークができますので、アンバーのプレイヤーモード、ここにたくさんのスタイルというのがありますけれども、たくさんといっても30ぐらいです。皆さんはご自分の楽曲に合った部分をですね作ればいいと思います。まだこの8ビートなどはこの中にもたくさんありますので、これでいいと思うんですけれども、じゃーんたったじゃーんたったとかいうような、そういう特殊なものはここの中には入っていません。エンディングに使えるものとかですね、白玉を改造したようなパターンとか、それはこの30のスタイルの中にはありませんので、ぜひともこの作り方を覚えていただいて、楽曲制作のバリエーションに使っていただけたらというふうに思っています。今日はオリジナルのギターストロークをパターンエディターを使って一緒に作る、この勉強をしてみました。村長スタジオでした。